未だ感染収束の兆しというものがなかなかつかめない。今朝こう語った福岡県の服部知事。福岡県の1日あたりの新規陽性者数は県独自の措置を始めた先月24日には2000人台でした。しかしその後も感染拡大に歯止めがかからず、先週ついに5000人を突破しました。県によると 97% の飲食店が要請に従い早めに営業を切り上げていますが、一部で営業を続けている店もあります。午後8時を過ぎました。時短要請後も営業を続けている飲食店があります。その理由は、去年3月にオープンした福岡市中央区にある海鮮居酒屋です。県の時短要請には従わず深夜まで営業しています。アルバイトの学生さんは自分で学費払ってる人たちとかいるので、まあ、それの生活と、あとは社員さんでは結婚してる方がいるので、まあ、家族の守るためということで、まあ、営業してます。店の家賃は月40万円で、従業員やアルバイトの生活を守るには1日3万円程度の協力金ではとても足りないといいます。開けるっていうことでかなりのリスクを背負う、まあ、やっぱその社会的な面もそうですけど、もしうちで開けててクラスターが起きたりとか、まあ、いろいろ話をした中での営業していくっていう形にしました。政府はオミクロン株に対しても飲食店を中心とした対策を打ってきました。ところが政府にコロナ対策を助言する専門家組織の脇田座長は先週次のように指摘しました。これから先はやはり高齢者施設であったり、あるいは小学校や保育園といったところの感染対策というものに軸足を移していく時期ではないか。感染症の専門医も現在の飲食店への対策だけでは不十分だと言います。感染者数のですね、どの程度が飲食店からの感染ということは全く分かりませんから、これほど感染者が増えていますので、一定の数が減るということを期待したんであれば、その目的は達していないと。時短営業の時間制限ではなくて、1回の飲食時間を制限する。そして予約制等を取ってですね、ある程度の営業時間を長くすることによって、分散して利用客に来ていただく。まん延防止措置の期間となっている今月20日までに感染を収束できるのか、対策の見直しも含めた検討が進められています。